さあ、やっていきましょうか。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドパート2でございますね。ということで、前回ご覧いただきましてどうもありがとうございました。もう下品な名前で立ち並んだポケモンたちっていうところなんですけども、まあ歩きにはそんなことないか。まあ主人公の名前もなんかいろいろとモンスケベだぜー。なーになになになに、ちょっと強くなった。俺に聞くなよ。強くなった。さあ勝負だよ。お前は本当にもう、突拍子もなく急に戦おうぜとかって言ってくるよね。まあいいだろう、仕方ないな。うわ、ちょっと待って、なんか2匹もいる。あれ、ちょっと待って。この状態で戦ったら俺、さすがに負けるんじゃないか。わおわおわお。レベルなんぼよ。レベルなんぼかによる。なんぼかによる。ちょっと待って、レベル。うん、高すぎ新作。いきなり早速勝負がこんな待ち受けているとは、うん、いてー !4 も食らわせられた。お前、やるな。まだまだ勝負はこれからやで。お前、関西人やったんか。電光石火浮いてー。もともと素早さが早いのに電光石火の無駄遣いとはこのことでやんす。さあ、ということで体当たりを続けて。痛い、ぐえ。しまった。こうなった時にはアルギニンを注入だ、バコ。飲んでんな、プロテインだってね。ということで、レベルアップ、アルギニヌー。成長いいですね。アルギニヌー。あれ、デガーよりもアルギニヌーの方がレベル上がってる。ヒコザル。どうしようかな。まあ、じゃあ、まあ、いいでしょう。やっぱライバルとはあえてこういう戦い方のスタイルがいいよね。ということで、そうなんですよ。あれ、これってさ、特攻が上がるんだって。あ、攻撃と特攻が一気に上がるんだ。へー、それすごいな。どっちも上がるんだ。うげー、痛い、やばい、ピコン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 。ドアチャー、おりゃー、わしの方が高いんですよ、攻撃が。尻尾でも振っておいたらいいんじゃないですか。尻尾を巻いて逃げた方がいいですよ。やばい、次、なにちょっとピンチかもな。ずっとピンチだよ、あなた。あー、やばい、尻尾じゃなかった。くれる尻尾がないからって睨みつけてくるんじゃないよ。やばい。このままでは私の負けが決まってしまうではないか。うぎょーということで、なめぷしまーす。やばい、痛い。あ、ピコン。はい、おしまいでした。後悔が一つでもお前一人ごとき造作もない話ですわ。うわぁ、出川もレベル上がった。そろそろあれかな、出川からあのデビー夫人にでもなるかな。うわー、負けたのかよ。だったって俺は世界で一番強いポケモンテレになるからな。これからポケモン陣に挑戦して鍛えまくってやるぜ。ということで、一旦回復させようか。カットしよう。回復してさ、戻ってくるときにさ、ミスってクッキーを、あの低カロリーのクッキーを食べてたんですけど、落として、あの足元で粉々になって拭き掃除してた今。やらかした。あ、このタイミングであれかな、コリンクとか出てくるのかな。コリンクが出てくるんだったら、先に捕まえとけばよかったな。まあいいや。めっちゃ食いながらでごめんなさい。さすがにレベル倍だったら一撃じゃないか。まだ、コントロールがすごいか。いってらんやろ。覚悟しろ。あちょ。ピッパーゲット。ゲットじゃねえや。楽しかった。これやっぱ出てるやつの方がレベル上がるのかな。そんなことはない。あ、でもズバッとかズバッとめんどくさいな。よっしゃ、行ってこい。いずれ主力になるアルギニヌ。お前を筋トレする30分から1時間前にぶち込むことによって、血管拡張作用が働いてよりパンプアップしやすくなるんです。いけー、テクセク。お、いいですね。チュッチュするね。お前ごとくチュッチュするのね。唇もないのに。しかも吸収に当たったのかよ。あー、やばい、体力回復された。うわー、めっちゃ体力回復するやん。ということで、ちょい、まあ、体当たりというよりはもはや翼で殴ってるけど、体当たりって頭からいった方がいいんじゃないかなと思うんだけど。体当たりってよく考えたらさ、あののしかかるよりもさ、結構痛そうな技なのにね。でも威力40しかないっていうね。なんかあんま関係ない話なんだけどさ、マリオストーリーってさ、敵を倒した時にさ、なんかコインがチュー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 って、コインとかハートとかフラワーとかって出てくるじゃないですか。なんか今ちょっとそれを期待してしまったよね、一瞬。あー、無理か。出てこないな。毎回毎回手にしたらちょっと時間切りがないからな。コリンクはまあ自然に出てくるまで待つか。ちょっとここでまず出てくるかどうかも知らないんだけどな。逃げ切ります。
じゃあぶちの飯に行くか。お姉さん、私とスケベしようや。え、あ、違った、スケベできへんかったわ、残念。じゃあ、これなんだ、マスターボール。ああ、すごい、広い時にちゃんとしゃがんでくれている。なんという親切設計。ほんでからに、こっちはいけんからに、こっちでたちゃ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 。さあ、いつも一緒の俺たち。やだな、お互いの生活があるじゃない。まあでもそっか、ワンちゃんとかもそうだもんな。なんだかんだで飼い主さんが好きだったりするもんね。どんなにどんなに怒られてもこっちに向かってきてくれるもんな。かわいそうだよね、ペットってやっぱりね。懐かしいな、もうかれこれ10年近く前になるのかな、亡くなったのかな、うちのワンちゃんも。2016年明けすぐだからな。やっぱりね、ペットってね、その一緒に生活してるときはさ、すごいこう楽しい毎日だけど、やっぱ亡くなると精神的に来るものがあるよね。で、時が経てば、記憶は忘れないんだけど、なんか会いたいよねって思うよね。でも会う方法ってさ、一つしかないよ。俺が死ぬことなんだよな。しょんぼり、大丈夫か？会えんのむか？それとも、何してんの？亜鉛を飲むか、それともなんだろうな。まあ、アーモンドとか、ナッツ類を食べると、SIC がドバドバ出るっていう話とかあるから、男性の方はですね、1日、まあ、なんだろう、10g、まあ、だから、カロリーで言うと100キロカロリーか、いくかいかないか、まあ、一袋でね、もう700キロカロリーとかさ、結構なボリュームがあるから、ナッツ類はね。だからまあ、まあ、5粒から7粒くらいを毎日食べるみたいなことをしてると、まあ、お顔にピッ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 飛ばすくらいの頑張れる力はあるんじゃないですかって、何を飛ばすかまでは僕は言わないですけど、まあ、何億分のね、1の確率で生まれてきたみたいな、素晴らしい素晴らしい命の旅、冒険っていうのが、お顔まで飛ばせるんではないかなって思いますんで。いやー、ギリギリ無理か。先輩よろしくお願いしますみたいな感じやな。お前の鳴き声では足りぬわ、気合が抜けとんじゃー。ボコ、ごちそうさまです。うひょー、残念でしたね。タラタタン。あー、やっぱおーおーおーおお、レベル9で翼を打つというなかなかの技を覚えてくる。そしてスボミーであれば、もう私の出番じゃないですか。すぼんでるんだよな。オッケー、スボミー。スボミーはな、3段階のやっぱレベル1だから。でもローズレイドにするまでが結構難易度が高いというかね。まあ、そうやったらローズマリーちゃんを使うと、ローズマリーウィンターズを捕まえた方が、黒金のジムリーダーに会ってイチャイチャしたいのよ。いいだろう、俺がお前抱いてやる。いやー、黒パンスともなかなかいいとは思うんだけど、それのいて生足素足の方がいいと思うんですね。あ、これミニスカートはみんなそうなのかな。だとしたら、なえとるー。フルダチンにはならへんな、ほんま。あー、ちょタッタタ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 タオッケー。さあ、もう一回くるんでいいか。ビッパ。じゃあ、ビッパはビッパでいきましょう。丸くなるをして、転がって、ラジバンダにしましょう。うふぅ。かわいらしい声だな。あれ、なんか似たような声だな。あれ、同じポケモンから体当たり。オッケー。ダチョウだー。ダダーン。イエー、攻撃力がしゃがりばっちょということで、ああ、全然食らわせられてなかったんだな。まあ、ちょっとずつ、まあ、じわ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 やっていく方がいいのかなと思ってる。痛い。マジか。なかなかやるじゃん、貴様。オッケー、さよならですね。ちゃ、レベルアップてか、なんかあれなんだな。ビッパーはなかなかレベルが上がらないですね。あ、プル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 してる。プル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 してる。おそらく推定 B65。
65は言い過ぎか。あー、なんか出てきた。コリンクかな。おー、出てきた。言ってたら出てきた。ようこそようこそ、ようあかそここへ行こうよ。まあ、てか性別オスとかメスとか今関係なく捕まえてるけど、どっちがいいのかな。うん、あー、メスか、メスか。ちなみに全部オスか。うわー、もうあれじゃん、いじめられるじゃん、あなたいう穴に突っ込まれるじゃん。ドン。異業種交流会ってあるのかな、これで。どうなんだろうね。攻撃力を下げてくれてたおかげで一撃で倒さずに済んだということで、早速捕まえていきましょう。もう別にオスとかメスとかどうでもいいや。俺の足となり腕となりアクセク働いて身を滅ぼしていくがいいわ、ポケモンとは。で、一緒に冒険してさ、時に戦わせたやつも戦わせることしか頭にない。なんかどっかのあれだね、スケベ君と一緒だね。あれ、あ、そうだ、久々にコリンクでメスでしょ。で、電気だから、電気、あ、あれだね、なんか思いついてたのがあったんですよ。あ、ああ、思い出した。昔さ、ポケモンのさ、パチパチがあったじゃないですか。ね。だから、もうあれだね。これでいいや。みんな、鼻毛真剣奥義とか、わかんのかな。多分わかんないよね、鼻毛真剣奥義とか言われてもね。何それっていう状態になるよな。まあ、でもあれだね、ポケモンを出さなくてもさ、みんなが平等にこうレベルアップしてくれるっていうシステムはすっごい楽で助かるよね。今度は押すか。あ、でもこいつあれだな、威嚇持ってないんだな。威嚇持ってない時のもう一つの特殊能力って何だったっけ、忘れちゃったな。ボン。うえうえうえ、強。さすがに一撃で、ぶちのめしちゃうようになっちゃうかね。レベル18くらい。まあ、ドダイトスじゃなくて。ああ、間違えた。あれ、ナイトルの次って何だったっけ、忘れちゃったな。思い出したら、皆さんコメントお願いします。そのコメントを打つほどでもないんだけど、自分でググれよっていう話なんだけど。OK、じゃあ行きましょう。ちなみにさ、ブラウザでさ、僕ちょっとその辺があんまり詳しくないから、あれなんだけどさ、家だとマイクロソフトエッジを使ってて、会社だとクロームを使ってるんですよ。で、クロームとエッジって、どっちがこう、優れてて、どっちがこういうデメリットあるよって、皆さんご存知ですかね？僕全く知らなくって、そこら辺ちょっと詳しい方いたら、ぜひ、こう、教えてほしいっていう、心の底からの願いなんだけど、どうすかね？ということで、キャンペーン構想、おしゃべりしましょう、そうしましょう。お前誰？タッパ小僧の三つを間ふにゅふにゅなはなは。うわ、いいな、腕力。クロスチョップ、バイオハザード RE2 にも出てくるんですよ。腕力、剛力、怪力って、硫酸弾でボコボコにされるんだけどね。あ、ちょ出た出た、フルコンの不具合。実況を見てくださってる方には決してわからない、こう、なんか謎の、いたなんかさ、こういろんなさ、こう技を飛ばされたりとかするのもあるんだけど、なんか物理でシンプルに蹴られるってちょっと腹立たない。まあ、ポケモンが腹立つかどうかっていうのはあんまないのかもしれないけどさ。やった、ドンバッチー。レベル6。いいですね、いいですね。チャーチャチャチャーチャチャパカピンプクプン。まあ、1個目のジムはさ、岩タイプだったから、確か。なんだ？そのポケッチ！ふむ、ひよひよ、ひよひよだろ。え、なんだ、あいつら、このマシン。ほう。なんだ。岩砕き。はい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 。使いどころ、やった。秘伝技。なるほど。ああ、そういうことね、そういうことね。ポケッチの秘伝技を使おう。秘伝技を使わないといけないっていうところだよね。パパ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 ポンパパパパタクシーマリオ86歳。もっと言ってるだろうな、マリオな。パパ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 。威嚇しないで、そんな目で俺を見るんじゃない。威嚇したら萎縮するから、あれなのかな、レベルが、そのレベルじゃない、攻撃力が下がっていくって、そういう見立てっていうところでいいのかな。電気ショック、お尻ビリ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 、お尻がビリビリ、ミビリビリ、汗ってボロ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 、このハックス。
オッケー。チャ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 。はい、さよなら、バイバイ。レベルアップ、パパパパン。おいね、ドンパッチも。さあ、なんか新しい技覚えるかい？覚えまして。そんな簡単にすぐ覚えられると思うんじゃないぞよ。で、もう一人の女の子。これ裏、あ、いけるんだ、別に。さあ、お前の背後から四つん這いになっていくがいい。上の穴がいいか、下の穴がいいか、どっちがいいか。何、紫だと？どういうこと？すぼみ。すぼみを捕まえたらもうあれだよね。HO 伸ばしを KO だね。間違えた、KA か。違う、KE か。HOKE でしょうか、名前。ね。たったらたったたー。お、いいですね。成長して、ぐんぐんして、素晴らしい種をつけてくださいよ。私をお前に種付けします。覚悟。あ、ちょ、宿り木の種とかしたら、まさに本当に種付けになるもんね。たた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 。オッケー、さて、で、続いて、コダック。コダックは、電気ショックしましょう。ビリ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 。レベルは私の方が低いけれども、あなたを倒すことくらい造作もないわって言ってるわ。ドパチー。王子電気ショック威嚇。これあれからつつくとか覚えてくるのかな。コダックでっか。そういえばでもコダック、コダックなんか体でかくない？こんなサイズだったっけ。あ、ビビ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 。あ、でも確かさ、あ、引っかくんだ。普通にアヒルなのに引っかくんだよね。ケタグリとかじゃないんだもんね。こっちすればあれか、特攻よりも攻撃力の方が高いのか。だからスパークとかの方が良かったりするんだよね。頭抱えていたそうですね。ドナルドダック。充電、あ、いいですね。攻撃力が上がるやつですね。パーパパパーパパ。攻撃力というかあれだね。電気のタイプ、電気タイプの技が上がるやつだよね。ちょっと待って、走る、走る。お前たち出て行った先は黒金シティ。もうついた。なんかだよね、言うと思ったよね。あ、ありがとう、ありがとう。で、パッ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 、なんかいるわー、もうええわ。なんかせっかちそうだよねって。もうなんだよ、今頃来てるか、相変わらず遅いぞで、自分じゃいないぜ。だなんだっけ、そうだ、黒金だけど、まあ俺はもうじ、え、はえ、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 早っ。お前ジムリーダーボコボコにしたの、もう。じゃあそのお前をボコボコにした俺はもうジムバッジ2個分ってことでいいかな。さてと、じゃあしゃあないな。もうとりあえずなんかさ、理想はパート1個でジムリーダーを倒していくことなんだけど、そうは問屋が下ろさないんだよね。どうしてもなんかなんとか団とかさ、サブストーリーみたいなとかサブクルとかそういうのも出てきたりとかするから、まあちょっと残念ながらそうはいかないんだけど、こっちの方なんかあった、あった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 、うわー、なんか出てくるよねー。おう、へいらっしゃい。アニメで不思議、じゃあアニメでさ、こいつを見たときどう聞いてもさ、へいらっしゃいって言ってるように聞こえなかったんだな。もうとりあえずへいらっしゃい捕まえるか。とりあえずいろいろ捕まえまくってみて、うん、なんかうって、なんか普通にパンチや、ただのストレートパンチや、それ。なんかいろいろ捕まえてみて、あれだよね、最終的にどのポケモンで行くかっていうのを決めていこうかー。すなあわせ、お前手加減してやってることに気づき始めた方がいいぜ。秒で殺せっかんな、お前のことなんか。ということで、このくらいだったらもうレベル6だって捕まえられるでしょう、おそらく。でもこれあれ、砂嵐のせいで目標を 見誤ってしまって、うまく捕まえられませんでしたとか、そういうオチはないよね。すげえ今ドキドキした。あれ、もしかして無理なんじゃねって思った。ちょっとね、俺ビビりだから、やっぱりね、赤い体力まで削らないと、ポケモン捕まらないんじゃないかっていうね。脅迫観念に駆られているという。へいらっしゃいということで、じゃあもう、こいつの、シンプルにしましょうか。ね。あ、ちょ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 、あ、ん？あ、そっか。らっしゃい。へいらっしゃい。お待ちですか？モンスターパー。オッケー、いいですね。でも、ここ？なんかある？あ、やっぱり、あ、やっぱなんかあったあったあった。オッケーオッケー、いいですね。左下もなんかスペースあったよね。見つかるかなと思ったら、何かが出てくる、石つぶた。へいらっしゃい。何しますか？トロイチョー！イクライチョー！2×2×2 は8。いやー、でも1級死なないのか、強っ。あー、そういうこと。
頑丈かやるじゃん。うひょー、うぜえダメージの食らわせ方してくんだー。てかもうこのなんか世代のポケモンまで来るとあれだね、そのレベルに似合わないこうなかなかいい技をお持ちだっていうケースが出てくるよね。ということで体当たりしましょう。腹にこもるってやっぱあれなのかな、亀イコール水っていう安易な考え方になってくるのかな。うん、まあいやいや、ちょ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 、こっちの方にも何かないのかな、何もなかったから帰ろうか、帰ろう、おうちへ帰ろう、でんでんでんぐり返りよ、ボンボンボン。ああ、こっちは何もないのか。ここなんかあったっけ、なんかいろいろとこ見ていきたいよね。コロナ裏でやったりとかしてもいいのかもしれないけど、おお、エリートトレーナー、君を見ているとってお前が俺の何を知っているんだ。黒金炭鉱を掘っております。おじさんなんかある、オートメーション、すごいテンションの高いやつがいた。時々さ話しかけるとさ何かくれたりするですからさ、言うからな。そうなんだよ、4つしか覚えられないからね、せめてさ20個くらい技を覚えられたらいいんだけどね。生きてから死ぬまで全部覚える技の数みたいになってるけど、すごいアクセが走ってるやつがいるな。特にないかな、ごめん、うろ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 しててごめん。ということで一人目のバッチのやつをボコボコに仕分け上げるために今から見つけに行きましょう。なんだ海の下まで掘り進まれてみんな大したもんだよ。なんでそんな偉そうなんだよ、大したもんだよ。なんか何もないのか。ワンリキー、おー、お好き、ありがとう。いい傷薬をくれました。すごいなぁ、こういう技術もさ、その現役でポケモンやってた頃なんかにはなかったのに、スイッチにまで発展すると素晴らしくなるよね。ということで、なんだ、あれ、ああ、めっちゃ引っかかってた。The Thunder! 戦闘用ポケツ。おじさん、遊ぼうよ。ポケモン勝負しようよ。石、ああ、出てくるんか。ズバッととかで、ああ、わ。ああ、またこいつもなんか頑丈とかやってきそうなのかな。ねえ。まあ、とか、こいつらってどうやって交尾するの？そういうことばっかりさ、なんか言っちゃうんだけどさ。あとまあ、ああ、出た。頑丈。こんなところで砂嵐してみんや。ああ、めちゃめちゃ素早さ上がりますやん。散髪してスッキリんこ。いいだろう。じゃあ、体当たりしてやろう。ホトトギス。砂嵐か、やばいな、どうしようかな。嵐や You are my soul soul ってやつやな。大野くん元気かな。なんか嵐の名前で年始のさ地震が起きた時の募金とかやったりとかしてたみたいなニュースとかあったけどね。その時はなんか久々にその嵐だから大野くんが出てきてるわけじゃないんだけど、大野くんの名前があるわけじゃないんだけど、やっぱ大野くんという存在の関わりがあったことがちょっと嬉しかったりもしたよね。ということで、くる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 。おじさん、勝負しようよ。しないのか。おじさん、勝負しようよ。お仕事中実は暇なんだよね。仕事せえや。お前、そうやってサボってるところ子供に見せるからね、あれなんて。うちの娘なんかさ、もう3歳なのにさ、お仕事してるのって言うもんね。そう。なんかポケモンのさ、パソコンに見立てた、おもちゃがさ、イオンのところに、イオンのおもちゃコーナーにあってさ、で、急にさ、俺カタカタしながらさ、パパーって、私もお仕事するのってカタ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 って、じゃあそろそろ行こうかって言ったら、ダメ、お仕事するのって言って。まあ家でね、僕テレワークとかもしたりとかしてると、仕事をしてるところに娘がトタトタってやってきてさ、で、一緒に遊ぼうって言って、ごめんな、もうちょっとだけ待ってな、あと3分とか言いながらって、お仕事してるの？そう、お仕事してるの？みたいな、そういう会話が可愛かったりするんですけど、うおー、みなぎってきたー。相手のワンリキーは張り切っているようだ。じゃあ、間違えた、何しん。成長なんかしなくても、お前は十分立派な古立ちんだよ。ただの名前だった。ああ、ベンジ。え？うちやべやべやべ。しかも急所かよ。やばい。やばい。ちょ、間違えた。ああ、さやたりしなきゃいけないのに。何してんねん。死ぬ。やばい。フルタチンが。やばい。うげ。しかも急所2連発。あ、そっか。気合ダメしてるからか。まさかこんなところで操作ミスによって、大事なポケモンをお亡くなりなさせてしまうとは思ってなかったから、へいらっしゃい。あれでもちょっと待ってよ。格闘技だから、
あれ秒で殺されんじゃねこれ。やばくない？大丈夫？じゃあ体当たりしましょう。あ、しかもこっちの攻撃素早さが早い。あれ格闘家って遅いの？ちょっとこのままだとフルラチンがレベルアップしなくなっちゃうので、そうだね、うん、ちょっと一旦回復させに戻りましょうか。はい、ありがとうケンタ。いやそんなことねえよ。じゃあ一旦ここまで勝つ。戻ってまいりました。ナエトルがフル立ちになって帰ってまいりました。ということでゲット。ちゃちゃちゃん。さすがにまだあれだな。うん、おう、うわうわ、目の前で君何してるのって言われそう。へいらっしゃい。てかこんなさ、野生の石つぶてが暴れ回ってるところでよく作業なんかできるよね。もうなんかポケモンバトルばっかりやってて作業どころじゃなくなる気もするんだけどさ。さ、ということで一撃必殺。あちょ、でもどうせ頑丈するんだろ。だよね、頑丈するよな。うーん、こらえるあなた大好きです。体当たり、ただのパンチ。攻撃力高いんだよな、よくよく考えたらこいつな、なかなかやるよね。ということで体当たり。今度こそ操作ミスをしない。大丈夫、うん、倒れなさい。あれ、お、いいですね、いいですね。アルギニルのレベルがどんどん上がってきますね。なんか、あれじゃないですか。超えていくんじゃないか、こいつのこと。フルダチンのこと。おい。ちょっと見ててね。あ、ちょっ。もっともジムリーダーの僕に勝てないってダメだけどね。なお名乗れ、貴様は一体誰じゃ。さあ、勝負しよう。仕事の合間に軽く一勝負。こいつら血気盛んなんだよね、よくよく考えるとさ。漢字、ゲンタに漢字に、カイジも出てくるかな。どうしてだよ、キッキンに冷えてやがる。こっちはギンギンに立ってやがる。さあ行こうか、コロハです。もう容赦なくどんどん行こう。ん、てっきり頑丈してくるのかと思ったけど全然頑丈じゃなかったな。ゆるぎゅるやったな。うん、葉っぱカッター、いいですね。葉っぱカッターを忘れさせるためにも。あ、でも葉っぱカッター、ああ、葉っぱカッターこうなんだ。なるほどな。じゃあ、別に防御力を上げるほど、逃げ腰で行くのはあれなので。そうだね。成長とかで特攻とかを上げていきながら、こう連続で倒していくとかなったら、一回確かこれってさ、引っ込めると、あれだよね。もう一回やり直さなきゃいけないんだよね。その、ステータスが下がっちゃうっていうか、元に戻るんだよね、多分ね。ということで、じゃあ早速だから葉っぱカード試してみましょうか。お前を切り刻んでやるわ。全部バラバラにしてやろうか。ワークってどうやってくっついてるの？なんか真ん中に芯が一本こうビヨンってつっついてるのかな？つっついてるかついてるのかな？ちょっとそれもよくわからないけど、作業員のか、いじた、押した、書いちゃね、漢字だ。いやあ、おじさん参っちゃったなーって。で。ああ、お前か。眉毛が太いな。てか、絶妙なところに目がある。うん、目と、眉毛っぽいやつ。でも、よく考えたらさ、石つぶってってさ、岩鉄みたいな顔してるけどさ、イケメンじゃない？おー。やった。レベル14くらい、まあ、理想は18まで行って、進化した状態で戦うのがいいんだけど、あんまりね、レベル上げすぎて、ぬるゲーになってもね、見てる皆さんが面白くない。と思うから、まあほどほどに行けばわかるさ。さあ元気を出してフルダッチになろう。まあちょっと戦闘シーンとか見るのダリンなーみたいな感じの人がいたので、今時の YouTube っていうのは便利でさ、 1.25 から2倍まで飛ばすことのできるね、仕様もあったりとかするから、まあそれでご覧いただけたらいいんじゃないかなと思いますけど。オッケー、ちゃー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 、体当たり。ドフードド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 タタタタン。オッケー。オッケー。ちゃ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 。転がる。転がるは覚えたいから、あ、でもあれ、これさ、丸くなるとかしてたらいいのかな。ロックカットは必要だし、砂嵐、ああ、まあ丸くなるでいいか。よし、オッケー、ヘイラッシュ。でもな、残念ながら、ゴロをニャにすることができないんですよね。なぜかといえば、わかるよね。ポケモン交換できる友達がいないからさ、残念無念、また今週。ということで、さあ、戻りましょうか。たた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 た
まあしれっとレベル上げていくしかないですよね。あれ今14になったんだっけ。もう5体もポケモンがいたらどんなレベルになってるか分からなくなっちゃったけど、そうじゃなかったですね。ということで、この葉北海道はオタル無理倒せない。急所に当てたのに無理だったのか。残念ですね、残念ですね。ただー、砂嵐か、地味なダメージをいただいてられましたね。オッケー、よし、ダダダダン、オッケー、よし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 、チャ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 、よし、走る走る、俺たちいつまでもレベルを上げられる、100になっても止まらない、いつまでも行こうぜ、ベベ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 、どうせならここで、あ、もう一回だけ戦おうかなって思ってくるくるって回ろうとした瞬間に石つぶてちゃんが出てきてくれた、ありがとう。これで私はレベルがアップできそうかな。どうでしょうか。あちょっ、ドンゴドンドンドンドドンドドン。昔ポケモンをやっててさ、レベルがこう出てるポケモンしか上げれなかったとなんかはさ、あの弱いポケモンから並べていって、で、あのジムリーダー戦とか挑むときに弱いポケモンから並べていって、ちょっとでもその主力のポケモンが楽できるようにみたいな、ちょっとそういうせこい感じのことをしたりとかしてたけど、まあ今だけそんなことしなくてもね大丈夫かなと思うんですけどね。あの全部もうレベルアップしてくれるから。ということで、ジムリーダー挑んでいきましょうか。ジムリーダー挑んで勝つことができれば、うん、一旦終了のお知らせってところかな。 OK です。よし、ちょっと待って、ああ、よかった。ボタンが全く押せないっていう、こう、またもやみんなに全然伝わらない。お姉さん、僕と格闘しようや。無理でした。また見えないポケモンとか、なんか、ポケモンじゃねえや、技マシンとかないのかな。無理か。よし、じゃあ行きましょう。わーん。てるてー、てるてー。もうあからさまにジムリーダー直通の階段が見えるんだけど、こっちから行きましょう。まあね、ちょっと止まりをしなかった、その理由は何だ。お前を餌食にして腹渡から食い破ってやるためさ。さあ出してこい、石つぶて。ああ、もう本当に石つぶてだった。しんすけか、脳がない分あれだね、普通だね。ああ、でも長谷川さんか、君彦さんでございますね。失礼しました、君彦さん。ということで、じゃあ、切り刻んであげましょう。ロックカットしなくてもこっちで切り刻んだ方が素早さが上がるでしょ。あら、まあ残念でございますね。ヒューマンハー。ポケモンのさ、命中率95って当てになるんだよね。100回やってさ、5回外れるとかがさ、95って意味じゃないですか、命中率。ところがなんかさ、なんか5分の1くらいで外れる感覚ってない。気のせいかな？俺だけ？いや、そんなことはない。みんな多分そう思ってると思うんだよね。たた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 。多分レベル15とか出してくるよね、ここのジムリーダーさんね。まあ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 。石つぶてー！発射準備オーライ！でもな、今な、普通にあれだもんね、戦ってそのライトル、フルダチン以外でこうまともに戦えそうなポケモンがいないんだよな。コロナル覚えてても微妙だもんね。あれ、こいつらなんか頑丈ないのか。トレーナーについた途端ちょっとあの ゆるいぬるい生活を過ごしてしまったがゆえに、もうちょっと残念ながら頑丈さがなくなってしまったのかもしれない。じゃあボコボコに仕上げてあげよう。あ、よかったよかったよかった。95以下のさ、命中率の技を使うときって結構なこうドキドキを僕はするんですよね。皆さんはちょっとどうかわかんない。僕はね、心臓に結構悪いなと思ったりしてるんですけど。 OK、 さあ行こうか。お前の持っている、かぶりすぎてあれだな、めちゃめちゃ笑顔やん。そんなに倒してほしいの？ポケモンが歩くことを決めたトレーナーさ、なんかこうジムリーダーの人たちって一つのタイプしかこう持っちゃいけないか、なんかメインのタイプを持たなきゃいけないよっていう、そういうなんか縛りプレイをさせられてるのかな。それがそのジムリーダーになるための条件みたいなところなのかな。ということで、ヒョウタをひょうひょうと倒しましょう。くだらないです。それは何、スリークォーターの投げ方なのかな。さあ、ナエトルじゃないや、フルダチンだ、フルダチン頑張ろうぜ。ということで、じゃあま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 あ、フル火力でどんどんボコボコに縛っていきましょう。おい、
いいですね。やっぱポケモンってこういう倒し方ができるのが一番何よりも気持ちいいっすよね。めちゃめちゃ上がる。Work。どうしよう。いやもうここはもうゴリゴリと押していこう。最後になんかズル向きチンノスケが出てくるんだけど、まあそんなの気にしよう。あーレベル早い、レベルが早いじゃねえや。素早さ早い。あしかもあれなんだ、岩矢印草は普通に食らうんだ。地面があんまり効かないのかな。まあいいや。ステルスロック、あやばい、これ変える時にめちゃめちゃダメージ、なんか星マークがあったぞ。なんだろ、コンペイトーみたいなのが漂ってたぞ。あー顔面衝突ですね。さすがに痛いな。頭のアンテナでケーブルテーブルが見れるかもしれない。よっけー、いいですね、いいですね。タタタタン、タタタタン。出川いい感じでレベル上がってな。ドンパッチもいいですね。あ、ドンパッチレベルアップしたら噛みつく。噛みつけるぞ。誰を噛みつこうかな。あ、でも充電の電気タイプ別に上げる必要ないしな。しかも特殊の方だっけ。いや、電気だったら何でも大丈夫なのかな。噛みついてあげましょう。さあ、頭蓋骨か。なるほど。ズル向きチンノスケ頑張っていきましょうか。次もポケモン同じように倒せるかい？いやー、倒さなきゃいけないですからね。あ、レベル14だったのか。なんだ、同い年じゃん。仲良くやろうぜ。あ、ごめん、同い年じゃなかった。俺の方が先輩だ。言うことを聞きた。あー、早いですねー。こいつ生意気な後輩だったわ。中2のくせに中3の中に混じって、レギュラー奪っているやつだわ、こいつ。まだまだ諦めない。いやーでもまあ恐竜みたいなポケモンが出てくるっていうのはなんか素晴らしくこうテンション上がるよ。うーげー、やべ。あ、しかも来る。これはまずい。このままでお亡くなり、このままお亡くなりになるのはたまらないから、一旦ドンパッチ、お前の噛みつく技を見せてやれ。噛みついてやれ。あ、でもそっか、電気タイプの技もあれか、岩には効くんだよ。地面は効か、う痛い。コンペイトーが食い込んできやがった。さあ頼むぜ、攻撃力をぶっ走ろう。頭突き痛い。あれ、これどっちのスライス高い。いや俺のが高いよね。無理だった。いや待て、やめるんだ。うぎゅー、しまった。ドンパッチのレベルが上げられなくなっちゃった。そうなるとヘイラッシャイでもするか。あと少しです、ラッシャイ。お前の防御力を使って頑張っていくんだ。何、痛い、めちゃめちゃ食い込みますやん。転がる、じゃあ転がりましょう。睨みつけて防御力下げてきやがった。お前、俺の防御力が高いのとお前の技の相性が悪いことを見破ってまさかの防御力を上げてきやがった。じゃあ下げてきやがった。転がってやる。ゴロ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 。肉弾戦車、いやーそこまで削ったのにやめて。あれ、あーそっか、転がるを使うとあれか、外れるまで一生転がらなきゃいけないんだ。頑張れ。うわー、めちゃめちゃ防御力下げてきます。いやー、もう防御力は下がるし食い込むし、やばいよ、お尻守らなくちゃ。ゴロ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 、肉弾張り戦車、よっしゃ、らっしゃいの勝った。ありがとう、バッチ1個目ゲット。これはグッドボタンと経験値を上げるタイミングですね。チャンネル登録は一緒によろしく。どうしようかな。まあでも硬くなるよ、やっぱロックカットの方がいいよね。もともとこいつ硬いしな。これ以上硬くなってどうするよって話も。ああ、いいな。影分身は鳴き声よりも影分身ですね。日本語として成り立ってない気もするけど。はい、ということで、パート2でなんとか無事ですね。バッジ1個目手に入れることができました。皆さんの応援のおかげです。ありがとう。君が強くて僕が良かった、ただそれだけだ。本当にその通り、シンプルイズベストですね。ありがとう、ゴールバッジ。これ磨かないと綺麗になっていかないっていうあれなんだよね、確か。 DS の時はそうだった。これはどうなのかわかんない。多分そういうシステムはないと思うけどね。秘伝技なんだ、76ロックカットだっけ、なんだっけ、あ、ステルスロックか。ああ、そうだね。ぜひ受け取ってよ、シール。ああ、なんかシールシステムとかもあったんだっけ。ありがとう。ちなみにさあ、こっちか。トレーナーカード、ああ、やっと手に入った。キャンマーク設定、バックピピピピバックします、ピピピピバックします、 I will be back します、私を戻ってきます。あ、3つもくれてる。で、ここまあでもビッパとか残せすとかのがいいのかな。あれ、秘伝技は
誰かポケモンが覚えてなきゃいけないのか、それとも使える状態だったらもう自分が曰くだけ使えるのかな。まあいいや、とりあえず、ちょっと区切りがいいところに来ましたので、ポケモン回復したところで終了とさせていただきたいと思います。ということで、次回は2つ目のバッジを目指していこうと思いますので、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して、ぜひお楽しみいただけたら幸いの極みです。ではまたお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバーイ。